福島県立平工業高等学校は福島県いわき市平にある県立工業高等学校。地元では平校と呼ばれている。資格取得や部活動に力を入れている。校歌は作詞、土井万水、作曲、古籍有事である。旧平市に存在している高校である。いわき市発足後、市内に県立工業高校が 福島県立なこそ工業高等学校と2校、存在したまま今日に至る。国家資格の基本情報技術者試験の午前、科目免除制度の認定校となっており、これは福島県内の高等学校としては唯一のものである。卒業後の進路は、就職7、進学3の割合となっている。進学先には、理科系学部が多い。ラグビー部は、 全国高等学校ラグビーフットボール大会に昭和32年度に福島県政として初の出場を飾って以来平成25年度までに15回出場通算9勝を挙げている野球部は選抜高等学校野球大会1回出場したサッカー部は全国高校サッカーに4回出場した自転車競技部はインターハイの常連であり 多くの競輪選手を輩出している。弓道部は平成23年度全国高等学校弓道選抜大会で男子団体が優勝した。ありがとうございます。